どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。今回はですね、私が、前回の動画で超絶援軍 .com さんがイベントやってるよというですね動画を出したんですけれども、今回私も、超絶援軍 .com さんのメンバーとして、送りたいと思います。ということでいきますよ。はい、ですね、まずあのですね、ルールとか概要をまだ知らない方はですね、動画概要欄のリンクからですね、ルールとか、まあ、その概要をご覧ください。ぜひともご覧ください。そしてですね、今回のその超絶援軍 .com さんのですね、注意点としまして、前回の動画でも私言ったんですけれども、追加として、超絶援軍 .com さんの稼働時間、要するにこのイベントはですね、5月11日まで開催されるということなんですけれども、毎日毎日やるわけで、その毎日毎日やる中でも、午前6時から午後10時までの時間、この時間にのみ、イベントを開催するということです。要するに深夜、まあ、10時以降の深夜とかね、あとはその早朝はちょっとできないで、6時から、開催しますよということです。それ以外は参加不可となってしまいますので、例えば10時10分ぐらいに、ちょっと援軍もらおうに行こうかな、みたいな感じで行こうとしても、受け取ること、参加することはできないので、ご了承くださいということです。そしてですね、今回、非常に賑わっておりまして、本当にすごいです。本当にすごいです。なので、あのですね、私が前回の動画で言った、入って即申請して即抜けるというのをですね、5分以内にしてくださいと言ったんですけれども、今回ですね、本当にちょっとにぎわいすぎてですね、すぐ50人になってしまうんですよ。なので参加できないよっていう方が結構いらっしゃるんですね。なので、もう本当にそこは徹底してくださいというですね、超絶援軍 .com さんのリーダーではないです。そのメンバーの方からですね、言われましたので、絶対にそこを守ってください。なので、もらったら、申請したらすぐ埋まるので、申請してもらった瞬間にすぐ抜けるっていう、その皆さんのご協力が本当に大事だと思いますので、今回、ぜひともですね、皆さん、もらったらすぐ抜けて、もうまたもらいに来てください。もらう回数に制限はないのでですね、もう1日5000回もらっても大丈夫なんで、はい、皆さん、来てください。そしてですね、ちょっとね、これね、ロジックドネイターズさんの感謝祭のイベントでもですね、同じようなことが起きたんですけれども、参加してくださる方はもうぜひとも本当に嬉しいんですよね。しかしながら、参加して、その、超絶援軍 .com さんに入ってきてくれたのはいいんですけれども、申請される援軍に対して、援軍を送らないでくださいっていう注意点です。本当にこれはですね、本当に徹底してですね、その先ほどの入って、申請してすぐ抜ける、もうこれを1分以内にね、行ってほしいっていう皆さんのですね、まあそういうルールというか、要望、というかね、まあ、ルールもそうなんですけれども、このように、こう申請が来てますよね。その申請に対して、援軍送らないでくださいっていう、ただもらえるだけで、例えばですね、報告がありまして、例えばレベル3のバーバリアン送られてきたんだけど、みたいな、そういうのは参加者がね、参加者が送っちゃうっていう、それはなしにしてくださいということでした。はい、ということでですね、ぜひとも皆さん、ルールを守って、参加してください。で今回は私も送る側としてですね、参戦していきたいと思います。でさあ送るぞ。違う、あ、早い、はい、早い、何でもいいです。送れない。